ミスターまゆみさん,さん2本目の動画ありがとうございます。やっぱりね。 失敗しても成功してもネタになるっていう発想。それさすがです。そうなんですよ、結局は。あのー、今まで人生の経験すべてを使って勝負するっていう考え方が必要なんですよね。えー、今までの経験すべてを使うってことです。今使うってことなんですよ。これだからね、過去を使い倒すってことであるんですよね。これが一つ。それからですね、まあ、夢とか目標みたいなのを発信していくっていうのももう一つポイントなんですよね。これ、えー、今やることっていうのは過去に蓄積したものを全部発信していくのか、それともまだ構築されてない未来の、未来の 自分のね人生の夢ととか発信すするってことなんですよ将来起業したらこうやるんだぞっていうのも重要な未来への発信なんですよ。こういう風に未来も使い倒していく、過去も使い倒していく、そのために今があるっていう風うな考え方で、えー、インターネットのねビジネスをやっていけば、情報発信をしていけばいいと思います。そしてコーチの使い方なんですけども、なんかね、シリコンバレーみたいな発想がいいんじゃないかなと思います。シリコンバレーっていう発想はどういう意味かっていうと、例えばね、なんとかバレー ですですから IT バレエにするのか金融バレエにするのか FX バレエにするのかお酒バレエにするのかド,ラドリンカーバレエにするのかね、えー、まあ分かりませんけども他にも何かねその平家かなんか源氏平家の戦いってあったんですけども高知っていうのは実はですねあの落ち延びた平家が潜んでいる村っていうのが結構あるんですよね。 でゆかりの石像とかね石物とか結構ね歴史深い特に表の歴史じゃなくて裏の歴史が多いんですよ。うん,なんかなんか王族の、まあ、平家のね末裔が住んでいる家とかがあったり。 平家の末裔の名字っていうのがあったりとかするんですよね。うんまあそういった意味でいろんなね平家の名所を訪ねるとか平家の新しい仮説を作るっていうのもこういう妄想もですね発信材料になるんではないかなと思います。まあ一つねあの高知にはかずら橋っていうのがあってそこが名所なのかな。かずら橋っていうのは今ではもう観光地みたいになっちゃってしっかりとした橋になってるんですけどもともとはその木のつをこう組んだね 橋なんですよ。で、その吊り橋みたいなのを。 敵が攻めてきたらスパーンとね落としてしまうみたいなねそんな話がありましてえ名称になってるわけなんですよ本州から本土からもねかなりえ行く方がいらっしゃって私も行きたいなと思うんですけどねそういったものをゆかりにして何か発信していくとかねだからもうマイドラマを作っていくんですよ実は平家はこうだったとかね平家の末裔の何々さんのところに行ってみましょうみたいなねこんな形でえストーリーを作っていくっていうのも一つなんですよねまあもしくはその平家がずっと愛していたお酒ですみたいな形でねプロ したりとかいろいろととか考えられると思います今私がお話したのは相当荒い考え方なんですけどもこういうのを煮詰めていくこと新しいストーリーを作っていくこと、えー、過去をね全て使い倒して えー、発信していくこと、これがすべてねあの、インターネットビジネスの材料になると思うんで、ちょっと頑張っていただきたいかなと思います。まあ一緒に考えていければなと思いますね、本当にね、私もちょっと高知の方行ってみたいと思いますし、で高知には菊田さんって方もいらっしゃいますしね、えー、それからあの、若い方を呼び込むってことで成功してるのは、やっぱね、山根さんですね、西アーカラソンの山根さんの村が、西アーカラソンっていうのが、人口1400人か1500人ぐらいなんですけど、も100人ぐらいのね、 若者を誘致して要するに人口の78%が新規入居者でできてるっていうねかなり若い若くなろうとしてる市区町村なんですよね地方自治体なんですよねだからこういうのも参考になると思いますんで是非ねミスター真弓さん日本に来た暁には西アークラソンに一緒に行きましょう。 西アークラソンに一緒に行って研修してで、山根さんを引っこ抜いてきてコーチに一緒に行くみたいなね、こんなスタートでいかがでしょうか。で、えー、と一緒に行きたい方、大募集ですよ。YouTube の方、即下塾の方、視聴者の皆さん、どーんと来てください。西アークラソンに行って、コーチに行くみたいなね、そんなプランも、やっぱりね、立てていけるのも楽しみだと思いませんか。それでは、本日は以上です。またメッセージください。